の堀の森田優香です。今回はガーラ湯沢スキー場のスーパーブロードウェイコースを紹介していきたいと思います。スーパーブロードウェイ、通称スーブロです。通称スーブロ、すごい名前のかっこいいコースですよね。よくスクールではこれスーブロって言いますよね。言いますね。でここのコースは比較的空いていて、実は穴場コースなんですけど、最大斜度26度、 450m 距離がある、かなり滑りごたえのあるコースなので紹介していきたいなと思います。でここのコースは金土日ガーラ湯沢のスキースクールではフィッシャーレーシングっていうアルペン の練習をできるレッスンがあるんですね。でその時にポールバーンとして使用しているので、金土日以外の月から木曜日までは空いてます。ということで今回はこのコースを紹介していきたいなと思います。まあ、アルペンの練習をするコースだけあって、かなりね、斜度とか雪質とかもねすごくいいです。じゃあ早速お見せしますか。はい、早速お見せしましょう。じゃあ行きます。ドーン。ここがスーパーブロードウェイコースです。出だしからね結構斜度があるんですよ。これさ、よく画面では伝わらないんだよね。うん、わかるかな。斜度があるんです結構。でそこからちょっとだけ右に曲がる、で左に曲がってリフトの方に抜けていくような感じになります。でさ、こっから右に曲がってるのはわかるんだけど、うん、見えなくなるところからまた急になるんだよね。そう、一回ねこう右側に曲がってストンって落ちるんです。そこかな、26度あるのかな。あると思います。うん、ここよりちょっと急になります。ということでかなりテクニックも必要になってくるし、コース戦略も必要になってくるコースです。じゃあここのコース戦略を教えてください。ここのコース戦略ですわ。ここのコース戦略はまず出だしね、右下がりなんです。ここもちょっと伝わりづらいと思うんですけど、伝わりづらいかな。ちょっと右下がりで右に曲がってくんです。なのでその片斜面に一緒に負けていくと右だけ長くて左短いみたいな感じになるので、一点に行くことがポイントです。そして左側にちょっと曲がる、ストンって落ちたところは右側に曲がるところ、あ、右側に曲がってから左にちょっと曲がりながらストンって落ちる、あのさっき急になりますって言ったところから一段ギアを上げないとだんだんターンが長くなります、急斜面なので、というコース戦略です。じゃあ行ってみましょうか。早速じゃあ行ってみよう。滑ってきました。こんな感じですごい滑りごたえがあります。今小回りでやってきたので、次ちょっと大回りとかリズム変化入れながらもう一本行ってみたいと思います。じゃあ行ってみよう。はい、滑ってきました。気持ちいいですね、このコース。でここは北エリアっていうあのエリアなんですけど、北エリアは9時に開きますね。でそこから1本目こことか最高だと思います。でかなり穴場コースなので、もう好きなように滑れます。でなんといってもガーラは圧雪がすごい上手なので、朝の1本目とかね最高だと思います。今はシーズン始めで、こっちのコースオープンしたばっかりなので、ちょっとコース幅狭いですけど、これからもうちょっと雪が増えてくればコース幅も広くなるし、今ね雪も少ないので結構地形が出てるんですけど、そのあたりもなだらかになってくるかなと思います。ぜひ皆さんもこのスーパーブロードウェイコース滑ってみてください。最高ですよ。
この動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。滑ってみてね。